こんにちは、速稼塾の久保でございます。みんなが気になる生活保護、今日はですね、速稼塾塾生のあやさですね、東京にお住まいなんですけども、生活保護を取るまでも大変だったんだけども、取ってからもひどい目に遭っちゃったんで、生活保護を抜け出してね、今はビジネス活動してるよということだったんですけども、今回のねライブ放送もなかなか注目ですよ。監視カメラというテーマです。詳細はねネタバレになっちゃうんで、もうぜひね動画説明欄からあやさの動画の方をね、 Facebook ライブのアーカイブですけども、こちらの方を見ていただいて、それぞれ考えていただければいいかなと思います。皆さんにも起きうることだと思いますし、皆さんの周りにも起きうることだと思いますので、一緒に考えていきましょう。それではどうぞ。